アーチ・ボルドローは、英国の航空電子工学の技術者、研究者、発明家。40冊以上の著作がある。誘導ロケット、飛行機、魚雷への先駆的な働きにより、電波誘導システムの父と呼ばれる。ロンドンで、ジョンとガートルードの第二子として生まれた。彼の父は、技術者で、ローは、父の職場を訪れたことにより、機械や科学のすべてに興味を持つようになった。 ロがまだ乳幼児の時家族はイレスに移った。彼の家族はオーストラリアへ訪問しなければならなかったので彼はコレット・コートンの予備校に通った。数年後彼もまた家族と共にシドニーを訪問した。若き少年の日々、彼は蒸気タービンを作ったり、科学実験を行ったりした。11歳の時、ロンドンのセントポールスクールに入った。彼の同級生に バーナード・モント・ゴメリーがいた。彼はローを鈍い奴だったと回想した。16歳になると中央工科学校へ入った。彼は才能を発揮し始めた。アシュクロフト教授の指導の下、ローの機械に対する認識は科学知識によって補強された。この幸運は、後年、おそらく彼を助けなかった。CTC にいる間ザローフレキシブルアジャスタブルカーブ。 という曲線定規を設計した。これはマンチェスターのソーントン S によって商品化された。彼は同時に分類器を作った。その後32年間これにとって変わるものは出なかった。ローはおじが経営する技術系の会社に所属した。会社は常に資金難にあえいでいた。1914年、ローは最初のテレビジョンの実演を行った。 彼はそれをテレビスタと呼んだ。この実演は自動車の技術学校に対して行われ、無線で見ることを示した。無線誘導式飛行機を開発した。戦後はイギリス惑星環境界の設立に貢献し、会長になった。ありがとうございます。